可愛がってた将軍がいます。さて将軍の名前は高田にプレゼント。犬の綱吉。あ、すごい。ピポンピポンピポン。もう俺が今言おうと思ったんだよ。時代物に関してはもう一切に関係ないじゃないですか。そうですね、時代物に関してはね、得意中の得意だからね。本当は今の髪型がカツラって脱ぐとかそんな言ったら。でもすごいね、東京にあんないっぱいあるんだ。そうだね、ゆかりの人間が隅田川の桜を植えたのはそうだったんだ、吉村だったんだ。そうなんです、私たちも初めて、ね、100本最初に植えたらしいですね。頭いいね、道広くしたりね、火事がそこ以上行かないようにとかね。暴れん坊将軍ってあの人なんでしょ、うん、そうですね。暴れん坊だったんですか。暴れん坊将軍。僕は甘えん坊将軍。吉村ではね、この曲でもう土曜日の夜暴れん坊将軍放送してるのものすごい人気なんですよ。人気すごいですもん ね裏番組も人気ありますもんね。ちくしょう。CM の後はお待ちかね、ご入美人でおすすめできる一品なんです。GL の。怪我をした時に絆創膏をねいただいて、あら、すごい優しい。優しい。裏ではいろんなこと考えてますけど。愛ちゃんいかがですか。そうですね、いろんな。どうしよう。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ちょっと可愛いですね。こんな時、東芝の携帯電話を持ってればよかったのにね。おいしい。こんにちは、お昼は真昼間を、月曜日の田代さんでございます。こんにちは、島崎和子です。さあ、昨年のデータによりますとですね、はいはい、まあ、日本でも今や2分40秒に1組の夫婦が別れているという計算に、ね、なっているということ で、 すごいですね、しかもですね、普通の、妻の 45.6% は実に半数近くがですね、はい、一度は離婚を考えたことがあるという、まあ、別に離婚の勧めをやろうというわけじゃないんですが、もうこんな夫嫌、はい、なんていう悩んでいらっしゃる奥様方にですね、明るく元気な離婚妻たちのですね、声を聞きながらいろいろ離婚のデータとかケースをお届けしようかなということですね。はい、そうです、ね、離婚した妻たちが70人以上ですか、集まってるサークルの代表なんで嬉しいみたいな。でも人が稼いだやつで食べる方が嬉しくないですか。そう、そうなんですけどね、そういう時もあったんですけれど、なんか今はなんか自分がこれをあの自由っていうか、自由っていうかね、もう開放感がありますよね。なるほどね、開放感ですか。まああの確かに今 VTR に出てきた女性たちはみんな明るい感じがしたんですけど、本当にそのサークルの人たちっていうんですか、大の人生を本当にこうエンジョイ皆さんなさってらっしゃる方たちばっかしなんですか。うちの香り生き生きと生きるような、まあ、意味を込めて作ったんです。なるほどね。あのパウコさんは今まで嫌だ。いや、もっとすごいから。あ、そうですか。あの VTR 中にイチャつくのやめてください、ね、いや、結構じゃない。この傾向についてデータ集めました。最近見ている離婚の特徴でございますと、はい、言ったものがやっぱそれ以上にあの奥さんの側が夫に求めるものが多くなってる。やっぱり一緒にいて楽しい、つまり経済的安定。さあ、それでは最近増えている熟年離婚について、まあこれは旦那さんに方たちにもですね、ぜひとも見ていただきたいなということですね。はい、はい、それでは熟年離婚の実態です、どうぞ。ねえ、ところであの皆さんこの言葉ご存知ですか。じゃん、こちら。そうすると突然やることついてくるんですよね。わしわしわしっていうなんか亭主関白っていうか、食べてる間ぐらいなんかお話しましょうよって言うと、お前と何を話すことがあるんだっていうようなことを言う。軽く飛ばせるんですけど、本当に食わしてもらう。いい天気ねって言ったら、それがどうしたんだ俺にどっか、ね、こういう言葉もね本当かもしれませんからね。パーコさんなんかわかんないですよね。この前スキーがいつけたんやん。いや、もうあったかいですからね。で今回はその海といえば、まあ湘南ですよね。まあダンサーいつも行きますけども、ね、その湘南普通の人が行かない、この地元の人がよく行く裏通りのお店を今日はご紹介します。なるほど、湘南裏通りね。もうカップル必見ですから。わ、はい、かりました、はい、ランさん。はい、あー、やだ、全然気づかない。そんなの気づかない。あ、そうなの。お前、怒って帰った。お母さん言いに行ったんだから。ゲスト間違っちゃったか。しかしですね、まああのね、二十数年も一緒にやってきていきなり離婚と言われてもね、夫としても困るわけですけど、まあ先ほどの VTR のようなケース、結局はもう夫の性格に耐えられないという場合でもね、離婚というのは成立するんでしょうか。嫌ですというふうになってるわけですよね。そうなればやっぱりあの
離婚のやっぱり理由、あのちゃんとした理由になりますよね。成立しちゃうんですね。まあね、具体的にはもうすごい背広いいのを着て、もうルイ・ヴィトンのバッグ持って、ダンヒルのダイヤ付き時計かなんかして、それでもうこう皆さん茶髪になってもいいんですか、個人の方々は。全然特にね、特に真ん中の白木さん、今後のね、こんにちは、ハイヒールは真昼間を月曜日の田代さんでございます。こんにちは、島崎和歌子です。はい、今日はですね、今時の主婦タンスの中身大調査、はい、ということで街で見つけてきたね奥様方のお宅を、突撃レポートいたしまして、タンスの中を洗いざらい見せていただこうということですね。はい、そうなんです。そして今日はですね、タンスの中で眠っている洋服を生かすアイデアも詳しく紹介したいと思います。タンスの中の洋服も見せていただきながら、ファッションについて考えてみようということです。さあ、台所とね、まあタンスというのはなかなかね見せたがらないもんですけどね、うん、島崎はタンスなんか見せられる、もうぐじゃ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 です、はい、やっぱりね、はい、さあ、それでは早速今日のゲストの方を紹介したいと思います、はい、まずは、ファッションコーディネーターの小澤美恵子さんです。よろしくお願いいたします。小澤さん、今日の島崎のこの格好はどう？いや、すごいトレンディーで可愛いですね。トレンディーですって何が一応まあね、はい、さあ、そしてもう一方、おめでとうございますと言いましたらもう一方、この右に出る方は偉いと思います、ピンクの電話のお二人です。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よしこちゃんはなんかすごい太ったんじゃない？太ったんじゃない？違うの？お願いします。あけちゃん、あけちゃん、おめでとうなんですよね。ってことは旦那さんでエッチしたわけですね。あれ、島田にもおめでた？そうなんですよ。すいません。はい、そしてですね、今回ダンスの中を突撃リポートしてくれたのはこちら、片岡聖子さんです。ね、こんにちは、片岡聖子です。おー、懐かしい人もいると思いますけどね。はい、お預けシスターだったね。そうですね、もう10年前ですけど、あれ10年前ね、うん、前うちの事務所だったんですけどね。そうなんですか、そういうこともありましたね。よろしくお願いします。さあ、それじゃあ、はい、そうなんですよ、それがね、あの娘っ子をナンパするよりもおばさんをナンパする方が大変だっていうことがよく分かりました。分かりましたか。やっぱりタンスお前が娘っ子ナンパしてどうするの？そうなんですけど、いや、タンスの中身をね、うん、見るっていうことは自分の裸を見られるよりも恥ずかしいっていうことなんですよ。そうですね。で、まあ、あの全然ね、あのほら整理をしないで、うん、あの見られるということはやっぱり恥ずかしいということで、うん、なかなかそういうね、うん、おばさんいなかったんですけど、でも追っかけ回してやっと見つけてきました、はい、その VTR をお願いします。林やペーパーか、あの大谷雅子ちゃんみたいですよね。ピンク一色、あのご主人とこ通った時だけ、ご主人だけ白黒じゃなかった？いや、モノトーンになっちゃって、ねピンクといえばピンクの電話いかがですか？いや、びっくりしましたよ。でもあれだけピンクばっかりだったら、うん、逆に合わせやすいでしょうね、洋服が。なんか古いのも全然お捨てにならないから。そうなんです。結局無駄じゃないですか、うん、なんかね、一つ一つ片付けようとしてこうやって見ると思い出が蘇ってきて捨てられないんですって。あるあるある。そうですよね。そうさあ、そこで聞いてみましょう、プロの目からね。小沢さん、いかがですか、今の野田さんなんですけど。ぜひ、ね、ちょっと野田さんがもちろん洋服をちょっといくつか紹介したいと思うんですけども。すごい数ですよね。一部なんですよね。そうなっちゃうよね。そうなんですよ。さあ、そしてですね、ブラウス9枚9枚2枚10枚トレーナー2枚ましたけど、ピンクの電話の2人は何枚ぐらい持ってますか？例えばブラウスだと、衣装以外で、衣装以外で、うん、でも結局ね、うん、私たち衣装も自前なんですよ、自分たちの。そうなんですか。だからえらい数ですよ。なっちゃうよね、うん、そういう風に。いや、でも私はこんなもんですよ。え、あのどっちなんですか？医療的に平均。はい、昨日ちょうど衣替えしたんですけど、あのワンシーズンこれぐらいです、大体。あ、ワンシーズンですね。まあいろいろね、あんまり場所がないんですよ、やっぱ収納する場所が、うん、問題になっちゃってますけどね。それも後ほど後でご紹介したいと思いますが、うん、はい、はい、さあ、この後まだまだね、突撃リポート続きます。そのちょっとお知らせです。チーム探索の中身大調査、続いてはどんなお宅なんでしょうか。その前にですね、突撃リポートの前に街行く主婦の方は洋服についてどの悩みを持っているのかちょっと調べてみました、はい、こちらをご覧ください。まずは1番が収納に困る。これは小沢さん、いかがでしょうかね、うん、そうですね、収納ですね、うん、それはみんなが集まる場所、玄関ですとか次の値段が高いというのはね、バブル、うん、自分のセンス。それですね、次の奥様はね、はい、本当に収納上手で、あのなんかあの日本直販のコマーシャルに出てくる押し入れでしたよね。押し入れでしたね。透明ボックスがあったりなんかして、ね、あの進行方のね、みやちゃんはもう片付いてるでしょ。片付け上手。
あ、でもね、あのうち生活自体は長いもんで別にそんなに変わらない、はい、変わらないんですか、だからね、お互い忙しいですしね。そうですね、それで割とね、なんかこういう仕事ってね、例えば今冬じゃないですか、でも夏のところにロケに行ったりとか、そういうずっと全部ずっと返さなきゃいけないんです。全部直しちゃうことができないから、だからもう夏冬一緒くたに入ってる状態ですよ。そうですよね、そうなんですよね。さあ小沢さん、今の方なんですけど、プロの目から見て、もうほんそれからあと皆さんよくそういうアイディアも盗んでください。わかりました。さあ、あの先ほどの週の内容の中で自分から抜け出せないっていうのがありましたけど、そうですね、そういうのはどうしたらいいんですかね。いや私ね、してね、キャプテンサンタなんか着てる奥さんですね。ね、普段やっぱり着ちゃいますもんね。そういう3つのどちらかっていうとね、エレガントだから言うんじゃないですけど、まあ、似合わないのにそれをずっと着続けてるっていう人のためにアドバイスみたいなのが知らないですよ、私たちそんなに何言わなかったのこと。いや私全然言わないですよ。まあだから本人はまあ気が付いてないんでしょうけど、ね、そういう人たちにアドバイスみたいなのがありましたら、さえてコーディネートするともっと素敵ですね。でも野田さんの場合ですね、あの赤グレーですと、さんも着てらっしゃるようにね、例えば黒ですとかベージュですとかグレーですとか合わせる色をもうちょっと抑えてくれると、そのしてくれるようになるね、きっと思ってると思いますが。さあお知らせの後もね、タンスの中に眠った衣装の生かし方でご紹介したいと。タンスの中身大調査でございますが、続いての奥さんのタンスの中身いきましょうか。はい、これがね若いんですけども、なかなかの衣装持ちなんですよ。それでは VTR スタート。こんなの持ってますね。最初のリボンのあれ出てきた時に見えてない、かんぴょうが出てきたのね。私クラゲだと思っちゃった。小沢さん、いや食べ物をね、我慢してそれを洋服に全部つぎ込んじゃう。そのぐらい好きなんだね。そうなんですよ。その代わりアクセサリーがちょっと少ないっていう。でも着るわけじゃなくて持ってるだけで満足なんでしょ。安心しちゃう。そういう人いますよね、趣味っていうかね。小沢さん、今の方プロの目からいかがですか。典型的なこう旦那さんですけどね。でも着ないんじゃやっぱりもったいないですよね。なんかの形で着てるんでしょうね、やっぱり。ちょっとしたパーティーとか着てないみたいな、ね、着てないんですよ。もしくはまだコンパニオンやってる方ですよね。そういう暇な時にね。いや本当に、なんていうんですか、洋服の他にもね、その JJ みたいな本がザーッとファッション誌が、好きなんだね。好きなんですよ。だから女子大生のまんまコンパニオンのまんま今に至ったみたいな。さあここで先生にですね、今年入れそうな、ね、もののこうポイントなどを皆さんにご紹介していただければ、じゃあチェックしていただきたいと思いますが、はいはい、さて次のコーナーでですね、お金をかけず今タンスの中に眠っている洋服のできる春のファッションを紹介したいと思います。奥様方にとっても嬉しい情報ですね。はい、はい、そうなんです。そこで続いてはですね、はい、ちょっと待ってください私覚えてないんですけど、はいはい、今回は先ほどのエレガンス派、シンプル派、スポーティー派の3パターンを紹介したんですけども、その3パターンをコーディネートしていただきまして、モデルの方に早速登場してもらいたいと思います。大丈夫ですか。はい、お願いします。どうぞ。楽しみ。でも美味しい。ロッテマンゴスチンガム。よかったのに、もうドキドキしたんだから。なんかね、いっぱい時間があって、どうしましょう。ねえ、あの今日のタンスの中のサイリーみたいなの見てて、あれね、私下手なんですよ。収納って難しいですよね。すごい難しい。だからお引越しとかする時も収納のスペースをかなり気にしますよね。はい、勉強になりました。先生のとこ奥さんは収納上手ですよ。